令和4年度、豊田市は市を取り巻く社会環境の変化を新たな希望や可能性に向けて踏み出す重要な機会と捉え、未来の普通を目指し様々な取り組みを進めてきました。令和4年度は新型コロナウイルス感染症や物価高騰などが人々の暮らしに影響を及ぼす中、町の活気が回復する兆しが見え、ラリーをはじめとしたイベントの開催を通して豊田市に注目が集まった年となりました。感染症対策を講じながら3年ぶりに通常開催したトヨタおいでん祭り、総踊りと花火大会に多くの人が訪れ、豊田市の街が活気にあふれました。12月には多くの市民に親しまれるトヨタマラソン大会を3年ぶりに通常開催。トヨタスタジアムと周辺道路をおよそ5000人以上のランナーが快走しました。北京オリンピック・パラリンピックでメダルを獲得した豊田市わが町アスリート5人に豊田市スポーツ栄誉賞を贈呈し、市の名声を高め、市民に感動と希望をもたらした功績を称えました。またピアノ奏者の姉とバイオリン奏者の妹の2人で活動する寺本みなみみずほデュオや、テレビアニメ四季桜の声優を務めた真白美穂さんとキャラクターのイバラを We Love Toyota スペシャルサポーターとして新たに任命しました。そして豊田市などを舞台に FIA 世界ラリー選手権、フォーラム8ラリージャパン2022などのラリーイベントが開催されました。豊田市はこうしたイベントに合わせて小中学生を対象としたラリー教室や運転の正確さを競う大会などを開催し、幅広い世代にラリーの魅力を伝えるとともに、ラリーを通じて市の魅力を世界に発信しました。今年度は明治用水頭首工の大規模な漏水が発生し、農業や工業を営む市民・事業者に影響を及ぼすなど、市民生活における安全・安心に関心が集まりました。小原地区・藤岡地区を中心に地域に大きな被害をもたらした昭和47年7月豪雨災害から50年、47災害の記憶を後世に引き継ぐため、市内各地で企画展や防災に関するイベントを開催しました。また新型コロナウイルス感染症を踏まえた防災の取り組みとして、車中泊避難者が安心して生活できる避難所運営を行うために職員の訓練を実施しました。そして交通安全の取り組みとして、横断歩道を渡ろうとする歩行者をドライバーが認識しやすくするため、押しボタン式横断者明示標識ピカッと渡るくんに全国で初めて電子表示板を搭載しました。11月には市内の交通危険箇所を地図上で確認できる豊田市ヒヤリハット体験マップ2022を公開するなど、交通事故を未然に防止するための取り組みを推進しました。豊田市は子育て世代や高齢者、障害者など全ての人にとって住みやすい街づくりを進めてきました。子育て世代に向けて豊田市 LINE 公式アカウントで子どもの成長に合わせた子育て情報を受け取ることができるサービスを9月に開始、10月には判断能力に不安のある人たちの社会参加に向けた支援を進めるため、
障害者や認知症高齢者などの意思決定を支援する協定を関係する団体と締結しました。また市内に住む65歳以上の人たちを対象にしたずっと元気プロジェクトを令和3年度から継続して官民連携で開催し、市民のずっと元気をサポートするための取り組みを推進してきました。今年度は住みやすい街に向けて多くの施設を再整備しました。7月に道の駅どんぐりの里稲部をリニューアルオープンしたほか、11月には旭高原元気村のキャンプデッキを新設し、施設の魅力向上を図りました。また高齢者数の増加など医療環境の変化に対応するため、豊田市が平成30年から進めてきた豊田地域医療センター再整備事業が12月に完了しました。一方で町の歴史を今に伝える豊田市郷土資料館と近代の産業と暮らし発見館がその役目を終え、多くの人に愛された寮館の役割は令和6年に完成予定の新しい博物館に継承されることとなりました。多くのものづくり企業や人材が集まる町豊田市、次世代の産業を盛り上げるさまざまな取り組みが展開されました。開設から5周年を迎えたものづくり創造拠点先端では、ものづくりに携わる人材の育成を図るものづくり未来塾の第7期生の活動がスタートしたほか、未来の空飛ぶ車アイデアコンテストを開催し、学生と企業が次世代の航空モビリティについて考え意見を交わしました。12月には孤立集落への物資輸送など地域における社会課題を解決するため、アスケ地区で災害時医療での物流ドローン活用に向けた実証実験を行いました。また豊田市の重要な資源である森林・林業について市民への理解促進を図るため、森林の大切さに触れることができる人と森をつなぐプログラムを開催し、市民や民間団体とともに100年先を見据えた森づくりを推進してきました。豊田市では産業を担う人たちが働く環境の整備にも力を入れてきました。ビジネスプランを後押しするプロジェクトを通して女性の活躍を支援したほか、働きやすい環境づくりに取り組む事業所を表彰する豊田市働く人が生き生き輝く事業所表彰の10周年記念シンポジウムを開催するなど、豊田市の産業を盛り上げる取り組みを推進してきました。豊田市は外国人や民間企業、学生など多様な人たちとつながり支え合う街に向けた取り組みを推進しました。今年度は多くの企業と共同によるまちづくりパートナーシップ協定を締結し、幅広い分野における連携事業を推進しました。また近隣の大学・高等専門学校と締結した包括連携協定が10年という節目を迎え、シンポジウムを開催。学生や地域とつながることの重要性を広く市民に発信しました。多文化共生分野における情報発信の強化を図るため、令和4年3月に開始したトヨタフレンズ制度、10月にはブラジル、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシアの6団体と個人1人をトヨタフレンズとして新たに認定しました。この他にも持続可能な都市開発に向けた国際交流や学生団体との意見交換を行うなど、
国際的な視点や若い世代の意見を柔軟に取り入れて、多様なつながりを生かしたまちづくりを進めてきました。豊田市は持続可能な地域社会を目指して、デジタル化やカーボンニュートラルの取り組みを推進してきました。デジタル化に関する取り組みとして、7月、市内すべての小中特別支援学校の児童生徒と教職員の学習用タブレットに AI 型教材キュビナを導入し、先進的なデジタル教育を推進しました。また10月に電子化された書籍を24時間どこにいても閲覧できる豊田市電子図書館を開始。12月には市民課や13の支所出張所などにキャッシュレス対応レジを導入し、デジタルツールを活用した市民サービスの向上を図りました。またカーボンニュートラルに関する取り組みとして、11月からハローカーボンニュートラルプロジェクトを実施。市民にカーボンニュートラルを身近に感じてもらい、自らの行動につなげてもらうために、幅広い世代に人気のある機動戦士ガンダムとタッグを組み、脱炭素社会の実現に向けた行動を促進しました。そして1月、同じく脱炭素社会の実現に向けた取り組みとして、市民運動トヨタゼロカーボンアクションを開始。市民、事業者、豊田市が一体となってトヨタゼロカーボンネットワークを立ち上げ、環境に配慮した行動を促進しました。また希少な動植物が生息する東海丘陵遊水湿地群がラムサール条約に登録されてから10周年を迎え、記念シンポジウムなどを通して貴重な自然や生物多様性を保全する大切さを広く市民に発信しました。デジタル化や脱炭素に向けた取り組みがより一層求められた令和4年度、中核市の市長が一堂に会する中核市サミットを10月に豊田市で開催。中核市の進むべき方向性と将来に向けた持続可能なまちづくりを推進することを取りまとめた中核市サミット豊田宣言2022を全国に向けて発信しました。そして11月には世界ラリー選手権ラリージャパン2023の開催が決定しました。この大会を通して山村と都市部が共生する豊田市の魅力を発信するとともに、豊田市は自治体で全国初となる世界ラリー選手権の主催者として、未来へつなぐサスティナブルなラリー大会に向けた取り組みを加速させていきます。変わる社会、変える未来への挑戦をテーマに、将来の発展に向けた挑戦を行いつつ、持続可能なまちづくりに向けた取り組みを着実に進めてきた令和4年度。豊田市はこれからも市の強みである市民力、地域力、企業力を発揮し、希望と活力のある豊田市を実現するために歩み続けます。